アプト式のラックレールとピニオン3枚ラックの大井川鉄道以下川線のラックレールラックレールが低い鉄道の特殊な分岐器、アプト式鉄道の電気機関車。アプト式とはラック式鉄道の方式の一つで2から3枚のラックレールを歯型をずらして設置したものを指す。このアプト式、ラックレール走行用の機関車をアプト式機関車という。 カール・ローマン・アプトが1882年に特許を取得した方式で、アプト式の名称は開発者の名前にちなむ。アプトのドイツ語発声に近いカタカナであるが、日本では過去にアブトと表記されたこともあった。日本の営業用路線ではこの方式によるラック式鉄道しか存在しなかったため、ラック式鉄道そのものをアプト式と誤解して呼ぶことがあるが、ラック式鉄道には、 アプト式の他に、マーシュ、リッケンバッハ、シュトループ、ロヒャー、フォンロールの各方式があり、その中で一番よく使用されているのがアプト式である。前述のようにアプト式とは2枚または3枚のラックレール及びピニオンギアを位相をずらして設置する方式で、複数の葉の位相をずらすことにより駆動力の円滑化及び葉の長寿命化を図るとともに、常に ピニオンのいずれかの歯が、ラックレールと深く噛み合っていることにより、ラックレールの歯が一列だけの方式より安全性の向上が図られ、これ以前にあった、立憲バフ橋式などの梯ご状ラックレールより低コストというメリットがある。登山鉄道は、元より赤ん線鉄道にも、世界各地で広く採用され、特に、スイスを中心とした、欧州の鉄道に多く存在している。 日本では、新越本線の薄い峠では3組のラックピニオンを120度ずらして使用していた。大井川鉄道以下は線も3組のラックピニオンを使用している。2組のラックピニオンを180度ずらして使用している例としては、スイスの氷河急行で有名なマッターホルンモッタルド、鉄道や蒸気機関車で有名なブリエンツロートホルン、鉄道などがある。日本の鉄道では、 以下の路線、区間で採用されている。薄い峠は、ラックレールの位置が左右のレールより高く、大井川鉄道以下川線は、低いという相違がある。このため、薄い峠は、キハ 58K など一部の車両が、通過できず、逆に、大井川鉄道以下川線は、通過車両に制約がないものの分岐器がピニオンを避ける、ために、特殊な構造となっている。 なお、新越本線、横川軽井沢間が廃線になった後、薄い峠鉄道文化村が開設され、鉄道資料館などで、アプト式鉄道の展示を行っている。AB、審判鉄道用語辞典、久保田博士、グランプリ出版、2003年審判、ISBN4 から876872473、P7 から8、アプト式鉄道。 国鉄アップ都式電気機関車、小林正義、猫パブリッシング、2011年、ISBN 978から4から777053179、77 P2 から3.616.40。土木関係では、従来から、プで表記していたことと、機械標準用語委員会の決定に倣って1953年、車両消号規定改正の際に、 アプトに変更された16ページ。アブトは英語式の発音とされていた。審判鉄道用語辞典、久保田博士、グランプリ出版、2003年審判、ISBN4 から876872473、P304 87 87、ラック式鉄道。ありがとうございます。